アスリートたちの白熱バトル。現役日本代表や世界チャンピオンが内田チームと中田チームに分かれて対決する内田篤人の SDGs スクール大運動会。第1種目 3×3 対決では接戦の末内田チームが勝利。続く大縄跳びと追いかけ玉入れ対決は中田チームが制し、ここまで中田チームが一歩リード。中西さん、何一つ面白くない。そしてこの後フットサルで内田くんと中田くんが激突。中田がいった、中田がいった、いやはい、こうでしょ、はい、こうでしょ、ごめん、イチャついちゃった。サッカー元日本代表同士のガチ対決に注目です。世界的な取り組みの SDGs、 内田篤人が話題のゲストと一緒に地球の未来を考える SDGs バラエティ、内田篤人の SDGs スクール。この番組はミクシルの提供でお送りいたします。いつも幸せに、リクシル。続いての競技はフットサル対決。さあ、少人数の5対5で行うことができて、コートもサッカーほど広い場所を必要としないので気軽に初心者や女性も参加しやすい競技となっております。 SDGs でいうと10番、人や国の不平等をなくそうにも当てはまる、みんなが一緒に取り組める競技です。さらに数多くのフットサル大会を主催する日本サッカー協会 JFA では、次世代の若者を育てるためにキッズプログラムを開催したり、 SDGs に向けた様々な取り組みが行われているそうでございます。さあ、田口アナ、フットサル対決のルールお願いいたします。はい、今回は競技時間前半5分、後半5分、トータル10分での対決ということになります。はい、競技人数はプレイヤーが4人、キーパー1人の合計5人でのプレーということになります。はい、言わずもがな、最終的に得点が多い方の勝利ということになります。なるほど。さあ、それでは各チームスターティングメンバーを発表してください。まずは赤組、宇田君。赤組はですね、はい、まあサッカーちょっとかじってたんで、僕と、はい、かじってたぐらいですあとサラちゃん、サラちゃん、バクファーさん、お、そしてマーリさん。おお、足技をお持ちですからね、マーリちゃんは。そうですね、はい、ここらでちょっと3点以外の技もね、出していけたらと思ってます。かさあ、長井さん、キーパーですけども。はい、私キーパーで。頑張れますか。あ、僕は今まで1回も入れられたことない、1点も。一回も入れられたことがない。入れられたことないです、はい、だってキーパーやったことないんですもん。はい、あの、すいません、昭和を持ってくるのやめてもらっていいですか。追いかけ玉入れ対決、中西さんのせいでショートしたらしいですよ。言われました。はい、ディレクターさんに小さい声で、中西さん、ショートしてしまいました。お願いします。しっかり謝っておきます。お願いします。さあ、続いて青組スターティングメンバーお願いします。はい、もちろん僕出ます。はい、あとは中道さんで、ともちゃんで、西村さんで、キーパーに石橋さんで、とりあえずは。なるほど。あ、石橋くんはキーパーなんですね。いや、フォワードでした、僕は。いいんですか、キーパーで。ゴリゴリに攻めるタイプだったんですけど、四軍時代は一度も試合に出たことなかったんで、試合出れるだけで嬉しいです。はい、よかったです、頑張ってくださいね。はい、ワールドカップ直前、世界中でサッカー熱が高まりを見せる中、サッカー元日本代表の2人がフットサルでガチンコ勝負。赤チームがこれを落としてしまうとかなり不利になってしまいます。負けるわけない、負けるわけない。余裕が見えてる感じかな。そうです ね。対して青チームは作戦ありますでしょうか。いや、もう作戦バシで、石橋くんできますから。あ、なるほど。もうかなり、じゃあ石橋くんが重要なポジションということですけど。急に緊張し始めました。さあ、ということで、どちらのボールかスタートするのかをじゃんけんしてもらいましょうかね。サッカーは負けがボールなんで、勝ちが陣地を決めるっていう、もうガチルールです。あ、そう、本気だな。本気ですね。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこうでしょ、あいこうでしょ。ごめん、イチャついちゃった。はい、何見せられてるんですか。やめてください。最初はグー、じゃんけんぽい。
はい、赤ボール、こっちボール、赤ボール。では赤のボールからスタートいたします。よーい、スタート。おい、トップだ。おー、すごい、シュートから行きました。すごいですね、カンフーの達人。実況席にはサンロッカーズ渋谷のお二人に来てもらいました。うまいんだよな、田村さん。そしてもう一度外に展開、ゴール見る、センテリングクロスからの、いい、でもいいプレーでしたよ。今のが中西さんの人生初セーブということになります。初セーブ、おー、鋭い。さあここで西村クロスが入る、シュートは打った。おー、守護神中西、ナイスセーブです。しっかりとボールを奪った。しかしもう一度、中盤でのボール争いが苛烈を極めていますね。そうですね、カンフーガール出た、カンフー、おー、いいです、勝利、勝利、ゴール見える、決まった。キーパー、ちょっと石橋君簡単に入れられたよ。いや、ちょっと今中西さんの股抜かれた、股抜かれました。あら、ちゃんと見てて、そういうところ、さすがですね、技術出してるから、技術さすが、カッカをかじったことのあるという内田篤人のプレーが出ました。さあこれで赤チームが1点リードです。さあ西村、トラップはうまくできている、いや、あるいはシュートを狙うのか。いや、ラストアイドルや思ってじっと見てました。プレーに集中してください。すいません。さあ西村、これは大きな1点を取りました。まさかあんなに浮いたボールが来るとは思ってないでしょうね。あれは一歩できませんね。一歩できないですね。2人大丈夫だよ。ここだ、ボールは入らない。出た、後ろ、おっと、ツーマンで、ツーマンで行く、どうだ、ここで石橋のいい位置、あんまり、西村、西村2点目。赤チームやばいぞ、取られてもらった。これは今のはどこに火があったでしょうか。難しいですね。難しいですね。さあこれで青チーム逆転です。なるほど、1点ごとに中田君と石橋君がポジションを変わりますね。あ、なるほど、うん、マクファマリ出ていく。さあどうだ。おお、だ、だ、カンフーガール。勝利サッカー。勝利サッカー。勝利サッカーやりました。2対2です。さあ前半終了までは残り10秒というところ、ラストプレーになります。おっと浮き球だ。西村にボールが入る。ここは。これ取ったの。ボールが収まりませんでした。ちょっと中田君の目が怖かったですね。今ちょっと現役の頃の顔してたんじゃない。元日本代表の顔で突っ込んできましたね。ああなると怖いですよ。マジ怖いっす、それ怖いですよ。前半が終了、なんとスコア2対2ということになっています。いい勝負、いい感じ、いい勝負、いい勝負。いかがですか、石井選手。いや、もう赤には勝ってもらわないといけないので、そうですよね、はい、田村さん上手ですよね。そうです、しっかりボール止めてパス回して、ね、すごく見ててフットサルやってんなって感じでしょうね。さあそれでは後半戦に行きましょうか。スタート。キックオフで狙っていかない。さあ中西のおっと下に入っていった。ちょっと怖いぞ、なんか普通に。さあ3対1だ、どちらにボールが当たる。田村、田村、田村、アルティメット日本代表田村さんのゴールで中田チーム勝ち越し。これでなんと青チーム3対2です。おー、入ってきたよ。うっ、クロスバー直撃です。すごい、いや、さやちゃんトリッキーなプレーを。さあこちら中田もトリッキーなプレーをする。さあリフティングでいくぞ、見せてくるぞ中田選手、前世紀のラモス・ルイを彷彿させるような。懐かしいな。さあ中西さん、ルール上は問題ないはずなんですが、何ですか。最後ラストアイドルを見ていたという発言があったんですが、ヒロインしもた、気をつけてください。試合スタートです。残り2分を切っています。さあ、どうだ、前を向
キモいなナイスナイスです。石橋さんややちょっと今浮き球警戒してましたね。警戒してました。ちょっと怖かったですね、これでスコア3対3、残り時間1分20秒。さあそして石橋中田のツーマンが、あっと石橋ちょっと今カッコつけたか。おお足技あるぞ。石橋入った。ゴール。狙ってきた。狙っていました。サッカーっぽい、サッカーっぽいぞ。いいよ。さあ残りは1分です。おお。さあこれで赤チームがリードです。4対3。さあ中田がいった、中田がいった。いやー完璧なコンビネーション。華麗に決めてきた。四戦闘神石橋くんのゴールで同点に。超接戦です。さあラストワンプレーか。ランプ内田が、内田がどうだ。勝利か。勝利は、勝利は勝利しかできない。スコア4対4ということになります。いい勝負、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 ナイスナイス。ここでですね、決着をつけようということでスタッフから延長戦3分という申し出が出ました。よろしくお願いします。中西さんがちょっと解説の方サッカーできそうなんですけど、田口アナ。田口アナは違います。田口アナできるでしょ。タケちゃんの喋、さすがにタケちゃんの行きます。タケちゃんの行く、タケちゃんの行く。おーいいねいいねいいね。タケちゃんが行きましたよ。こんなことあります。頑張ろう頑張ろう。マジっすか。ちなみにでもタケちゃんはサッカーの経験は、はい、僕はここまでサッカーやってましたんで。おーということですからね。ではもうここはプレーに集中していただいて、実況の方中西さんよろしくお願いいたします。そうですね、今から実況担当します中西でございます。よろしくお願いします。いやーこの席に座って初めて分かりましたね、はい、田口さんの事前の調べがすげえな。延長戦は先に得点したチームが勝者となる V ゴール方式です。内田チームのゴールでスタート。勝利が行く。おーい。いやこれはいい。いいプレーでしたけどね。両チーム一歩も譲らず熱い戦いが続きます。勝利勝利。おーすごい。上がってきた、キーパー上がってきた、キーパー上がってきた。なんと石橋が、石橋が。いやー、相手の後が白熱してるぞ。もう全員体制で攻撃。4対4の同点のままタイムアップということで終了。いやかなりいい試合しました。両方得点は4対4ということで、さあどうでしたか中井さんご覧になって。やっぱりね、あのもうちょっと内田が頑張っていただかないといけませんね。セルジオ越後さんのイントネーションですね。いいですね、解説のセルジオ越後さん頑張っていただいた素晴らしい、さあ内田さんどうでしたか。なかなか楽しかったんじゃないでしょうか、ね、見てても盛り上がりました、はい、田口アナにも助っ人を来ていただきましたし、ね、素晴らしかった。涼しい顔をして座っててすいませんね。いやナイスプレーでした田口アナ。そして中田君どうでした。石橋さんがもうちょっとやってくれるかなと。あれ石橋君、さらちゃん のループシュートにはドキモン。確かにね、すごいシュートだった。見送るしかなかったですか。サラちゃんどうでした。楽しかったです。楽しかったか、良かったです、うん、さあということで引き分けなので共にポイントならず1対2のままで、まだ青組がリードでございます、うん、続いての種目でラストになりますので、ラストの種目を勝った方が勝ちということになります。よし、よっしゃ、どうしました、どうしました。ちょっと待ってください、どういうことですか。次回の SDGs スクールは最後の試合が3兆ポイント入りますんで。ついに大運動会スペシャルも最終戦。最後まで見逃せないプロ選手たちのガチンコ勝負。青組まずイケメンが、イケメンがいった。あ、ゆっくりだよ、落ち着いて、落ち着いて。果たして優勝するチームは。それでは皆さん YouTube チャンネルの登録とグッドボタンをお願いします。